森川、行原、再び森川ドライブで進入、しぶとく入れた森川、このベクトンの前に立ちはだかりました。スリーを素早く打ってきた、決めた。ロングスリーでしたが見事沈めましたね。難なく発揮しています。さあ中の古川へエンドワン。この辺りがやっぱり上手ですよね。やっぱり外のシュートをプレッシャーかけられて打てないっていうのももちろんありますし、あのマッチアップしているのは武田選手なので、ここワンオンワンですね。ここスコア外から肩侵入していって今度はかわしてレイアップ。狙って池原、ここもディフェンスは激しいんですが、その上から、いや素晴らしい。ベッコン、ベクトン対コールビー、池原に渡って決まる。ウィングの位置、森川、ここはブザービーター、素晴らしいステップですね。歪みのようなものが見えてくるということなんですね。さあ古川、体を当てつつ、ここもタフショット沈めますね。さらにリバウンド決めきれないですね。中山です。ファウルがテンドン。今もう本当にあの秋田のやりたいプレーですよね。リバウンドを取ってからマイボールにしてから早い展開で進めるっていう形で、うかつなファウルもできない。さあスリー放ってて射抜く。完全に乗ってますね。細谷、楽しかの森、スリー放っていくが決めた。ですね、古川、横浜が後半最後のノイズを切って1本フリースローを落とさせる。さあ6点差、スリーが欲しいところか。森川のスリーは決める。ちょっとあの、ね、重い展開になってましたんで、はい、よく決めましたね。これショットあの飛んでますからね。古川選手も来てましたし、ここを守れれば横浜勝利への大きな一歩。奪った、ターンオーバー、森、横浜勝ち越し。この場面で2つ確率ですか。はい、ターンオーバー。そして無理に止めにはいけません。落ちる、試合終了。86対82、2点3点。